子供3人玄関に置いてるね。1週間ほどお世話よろしく。お姉さん、冗談ですよね。旅行行くの、たったの1週間だから。私40度の熱があって、とても見れる状態じゃありません。いいじゃない、独身で暇してるんだし。熱だって42度超えてからが本番よ。玄関ってうちオートロックですが。だから下よ、早く迎えに行ってあげて。すみません、無理です。預ける人がいないのよ。兄も一緒に行くんですか？うんうん、友達と行くの。じゃあ兄に頼めばいいじゃないですか。夫には子供たち連れて実家に帰るって言ってあるのよ。どうしてそんな嘘を？大人にはいろいろあるの、ガキは黙ってなさい。年2つしか変わりませんよね。いいから黙って、言われた通りにして。無理です、私がこんな状態じゃ子供たちに何かあったら対応しきれません。ああ、適当でいいから。たかだか40度の熱くらいで断る理由にはならないわ。兄に連絡しますね。ダメ。だったらすぐに戻ってください。もう搭乗ゲート通過しちゃったし。どこに行くつもりなんですか？ワイハ。いつもお米が買えないとお金をせびりに来るお姉さんにハワイに行く余裕があるんですか？やだわ、バカにしないで。私だって旅行費用くらい積み立ててるわよ。だったらそのお金でお米買えばいいでしょ。米で日頃のストレスを発散できる？そういうことじゃなくて。主婦は息抜きしちゃダメなの？あんたも古臭い人間なのね。やっぱり兄に。もし言ったら妊娠させてやる。どういう意味ですか？その意味が分かった時は手遅れってことよ。怖いこと言わないでください。覚えておきなさい、人の旅行を邪魔するやつは馬に蹴られて死んでしまうのよ。初めて聞きました。これから1週間何があっても連絡しないでよ。邪魔したら許さないから。子供たち今連れてきました。ご飯食べてないんですか？お腹すいたって言ってますけど。1歳の子はまだミルク飲むからよろしく。哺乳瓶見当たりません。気合であんたが出しなさい。牛みたいに絞れば出るんじゃない？はい。冗談よ、入れるの忘れたからドラッグストア行って買ってきて。嘘でしょ。ベビーカーをしていけば平気でしょ。ありえない。2時間後。お兄ちゃん助けて。どうした？ノアちゃんが泣き止まないの。ミルクあげたんだけど。は？なんでノアがお前といるんだよ。お姉さんがマンションの下に置いてったのよ。花子は今日実家のはずだぞ。言ったら怒られるけど言うね。お姉さんハワイ行った。は？私今日40度熱あって、会社休んでる日だったからよかったけど、普通の日だったら子供たちどうなってたか。3人ともいるのか？うん、上の子2人はおとなしいけど、ノアちゃんがぐずってて。上がおとなしい？ありえない。俺が言うのもなんだが、7歳の長男は特に怪獣並みに暴れる。そう？すごくおとなしいよ。熱測ってくれるか？ちょっと待って。39度ある。やだ、みんな暑い。花子は気づいてたはずだ。なのに高熱の子供たちを置いてハワイに行ったなんて。なんて母親なのよ。私にもしょっちゅうお金をせびりに来るし。え、本当か？子供たちのお米が買えないなんて言われたらほっとけなくて、その都度5000円とかビビたる額ではあるけど渡してた。知らなかった。家計のやりくりが下手なせいだろうってお兄ちゃんに怒られるから黙っててほしいって言われてたの。何も知らなくてごめん。でも俺はあいつに毎月30万は渡してるんだぞ。そんなに？私の給料より多いし。それよりお前は大丈夫か？熱あるんだろ？今は気が張ってるし、自分どころじゃないし、子供たちを病院に連れて行かなきゃ。今営業先で、急いで戻っても2時間かかる。最悪は救急車呼べ。ん？リサ？おい、返事しろよ。まずい、すぐ救急車呼ぶからな。数日後、
あんたもしかして旦那にバラした？3日くらい前から着信がえげつないんだけど。せっかくのワイハが台無しだわ。花子、何やってんだよ。お前のせいで妹と子供が。え、あなた？俺の電話には出ないんだな。ハワイは楽しいか？あ、いや、高熱の子供たちを妹に押し付けてまで行く。ハワイは楽しいかって聞いてんだよ、このクズが。あ、これは違うの。商店街の福引きでハワイ旅行が当たってね。ペア券だったし、子供置いて私たちだけで行くわけにはいかないじゃない。でもどうしても行きたくて、つい嘘ついちゃったのよ。どこの商店街だ？え？この不景気なご時世にどこの商店街がハワイ旅行なんて景品を出すんだよ。どこだったかな、忘れちゃった。どうせ男と一緒なんだろ。そんなわけないじゃん。お前は取り繕うことしか考えてないな。子供たちのことは気にならないのか？ああ、元気にしてる？いや、もう会えない。妹ともな。リサちゃんまで？え、どうして？高熱のリサに無理させたのは誰だよ。部屋にはミルクやおむつ、食材やお菓子がたくさん買ってあった。40度の体で子供たちにひもじい思いをさせまいと駆け回ったんだよ。やればできるのね。なんだと？いや、生きてればいいママになれたのに、こんなに若くして死んじゃうなんて悲しい。4人もこんな目に遭わせたお前の罪はでかいぞ。え、私のせい？当たり前だろ。こんなんで捕まるわけない。どうだろうな。怖いこと言わないでよ。子供ならまた作りましょう。そうだな、そうするか。そうよ、あなたも切り替えて前を進んでいかなきゃ。お前の言う通りだ。葬儀は悪いけど任せるね。帰ったらお線香をあげるから。わかった。数日後、帰国されました？え、リサちゃん？ああ、なわけないか。誰のいたずらよ。ああ、私生きてます。いや、だって死んだって。兄はそんなこと言ってないですよ。4人とも死にかけはしましたけど。嘘。私意識失ってしまって、そしたら下の子が泣いて暴れて怪我したのに、私意識が戻らなくて。兄が来た頃にはみんな倒れてたそうです。あの時はもう終わったと思ったって言ってました。それで無事なの？はい、3日ほど入院しましたが今は元気です。よかった。はい、これで私が悪者にならなくて済むでしょ。子供なんかまた作ればいいって言ったそうですね。そうよ、やればできるんだもの。簡単な話じゃない？そうですか。兄がその希望を叶えてやりたいと言ってました。やーね、あの人ったら。帰国早々子作りなんてやる気満々なんだから。それに3人が生きてるならもういらないわよ。ハワイで散々してきたからやはりお疲れですか？え？男性と言ってたんですよね。うん、違う、女友達よ。誰ですか？A 子。本名を言いましょうよ。あんたの知らない人。ごまかしても無駄です。全部バレてるので。探偵つけたの？そこまでしなくても、兄は相手の男が誰かすぐに分かったそうです。どうしてよ。会社の家族同伴のバーベキューで兄の後輩の田中さんと仲良く話してましたよね。それは妻として会社の方にご挨拶するのは当然だし、その田中さんが全く同じスケジュールで1週間ハワイに行ってたそうです。へえ、こんな偶然あります？ほんとよね。でもハワイも広いし会わなかったわよ。あれ、ほんとですか？一緒にいましたよね。そんなわけないじゃない、すれ違ってもないわ。田中さんのインスタに映り込んでましたけど。え？窓ガラスにバッチリお姉さんの下品な笑い顔が映ってます。他の人でしょ？私下品じゃないし。まだ逃げますか？でも当の田中さん本人が白状したんだから言い逃れできませんよ。は？兄に詰められて土下座したそうです。あのバカ！慰謝料払っておしまいなんて思ってませんよね？できればそれも払いたくない。その願い叶えて差し上げるって兄が。本当？は
ハワイに行く前に私に対して逆らったら妊娠させるって言ってましたよね。ああ、あれは冗談よ。あれって誰かに襲わせるとかそういう意味だったんでしょ？だから違うんだってば。その言葉、そっくりそのままお返しすることになりました。私はもう夫との子供はいらないわ。3人がいないと思ったからそう言っただけだし。相手は兄じゃないですよ。は？じゃあ誰なのよ。不特定多数とでも言いましょうか。何言ってんの？私は既婚者なのよ。そんなことできるわけないでしょ。誰が言ってるんですか？散々そんなことを田中さんとしてたんでしょ。それは、まあでも妊娠となると生まれる子供があまりにも不幸なのでやめておきましょう。ああよかった。避妊はしっかりしてくださいね。病気ももらわないように。え？今後離婚して3人分の養育費や浮気の慰謝料を払うのって大変でしょ。私は払わないわよ。兄もそう言うと思ってたそうです。なので強制的に取り立てます。だったら裁判しなさいよ。そんなまどろっこしいことやってる暇はねえんだよ、このカス穴が。子供たちがマンションのエントランスでママママって泣き叫んでるのを見て苦しかった。昔の自分たちを見てるようだった。どういうこと？私と兄は親に捨てられたの。真夏の暑い日に海水浴場に置き去りにされた。嘘。サンダルは流されちゃったから二人で暑いアスファルトの上を歩きながら探したよ。パパママって言いながら。そんな話聞いたことがない。そうね。だって私たちはあの日のことを忘れるほど幸せだったから。いい施設に入れたのね。違う、拾われたの、ヤクザの父に。またまた漫画じゃないんだから。私たちが両親を探して歩いてる時、素通りしていく車ばかりだった。でも黒塗りのベンツだけが止まってくれたの。砂だらけでびしょびしょの子供二人を、嫌な顔一つせず乗せてくれた。それが今の父よ。本当なの？このご時世ヤクザとのつながりがあれば生きていくだけで大変だからって、形だけは遠い親戚の養子にしてくれた。でも私たちとはずっと一緒にいたの。だからあんたさっきチンピラみたいな口調になったのね。悪影響しか受けてないじゃない。仕方ないでしょ、そういう世界で育ったんだから。え、じゃあ結婚の挨拶に来たのは誰？その遠い親戚の人よ。戸籍上は親だもの、嘘はついてない。ただ私と兄にとってはあの人だけが父親なの。それは分かったけど、今はその話関係なくない？あるでしょ、あなたを沼に沈めるためには父の力を借りなきゃ。え、冗談やめようよ、怖すぎるんだけど。それにこんなの犯罪よ。ヤクザにそれを言うのがどれだけ無意味かわからない？あんたら兄弟おかしいわよ。父にこう言われて育ったの。人生で一回だけお前らを助けてやるって。それを使う時が来たみたい。それは拾ってくれたことで使っちゃったんじゃないの？兄もそう思ったから聞いたの。でもあれは助けたんじゃない、俺がそうしたかっただけだからノーカウントなんだよって言ってたわ。だとしてもこんなところで使っちゃもったいないよ。そもそも父の力で何かしてもらおうなんて考えたことなかった。でも使う時が来たの。違うと思う。この先もっとひどいやつが現れると思うよ。ううん、今しかない。兄もそう言ってる。二人分のお願いだから協力よ。父は手を抜かない。だったら警察に行くわ。そっちの方が安全だし。無駄よ、あなたの行き先は国外だから。しかも数分後には車に乗せられて、その数時間後には船の中よ。やだ、絶対に行かない。どうして私と兄がここまで怒ってるかわかる？わからないわ。子供たちは無事だし、浮気は確かに悪いことだけど、そこまでされることだとは思えないもん。ノアちゃんに障害が残った。え？左足の動きが悪くてこのままじゃ歩けない可能性がある。あとまんまとかブーブーとか喋れてた言葉が出なくなった。そんな。父も孫のことは可愛い、だから全力であんたを地獄に落とすわ。
いや、助けて。ノアちゃんまだ1歳よ。これからたくさん公園を駆け回って、保育園で友達と遊んで、おしゃべりして笑って、そういう未来が待ってたはずなのに、あんたが全部台無しにしたの。私がいたってそうなってたかもしれないでしょ。お医者さんが言ってた、もっと早く病院に来てればって。子供の熱なんて日常茶飯事だし、こんなことになるなんて思わないじゃない。言い訳は結構、あとは思いっきり苦しんで。 お願い助けて。さ、お迎えの時間よ。やだ。後日談。兄はノアちゃんのリハビリを一生懸命頑張りました。足はまだ不自由だけど、装具というものをつければ将来的には歩行できるようになるそうです。言葉も少しずつですが聞き取れるようになっています。上の子たちも協力して4人で仲良く暮らしています。私もたまに遊びに行きますが、ノアちゃんが抱っこ抱っことせがんできます。まだママが恋しいのでしょう。そんなママが異国の地でボロボロになっていることは、墓場まで持っていかなければなりません。まさか父の願い事チケットを使う日が来るなんて思いませんでした。子供たちの笑顔を見るたびに、これで良かったのだと自分たちに言い聞かせて、一生見守っていきたいと思います。